皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。2024年10月21日。月曜日クライマックスシリーズセリーグファイナルステージ第6戦読売ジャイアンツ対横浜 DNA ベイスターズアット東京ドーム。日本シリーズ進出をかけたクライマックスシリーズ。CS ファイナルシリーズ第6戦で敵地で DNA が3対2で巨人を破って4勝3敗で7年ぶりの日本シリーズ進出を決めた。 1> 第1戦同様、巨人、戸郷翔征24、横浜 DeNA 系29の投げ合いで始まったこのゲーム。先制したのは巨人だった。1回、巨人は2つの子球で2しながら1、2塁のチャンスを作ると5番のヘルナンです。29の打球はショートへのゴロ。しかし、横浜 DeNA のショート、森系と22が1塁へ悪送球。 その間に2塁ランナーの長野久義39が生還し、巨人が1点を先制した。追加点が欲しい巨人は4回、坂本勇人35の2塁打などで1・1・3塁のチャンスを作ると、戸郷がカウント1、2からスクイズを成功させて貴重な追加点をもぎ取った。逆転を狙う横浜 d n a は5回、梶原聖、25。 がライトへの安打で出塁すると続く森が宇宙間を破るタイムリー三塁打で1点を返し、さらに代打のフォード32がタイムリーを放ち同点に追いついた。その後、一進一退の攻防を繰り広げた両者。巨人は8回からエース菅野智之と小林誠治の菅小場バッテリーで横浜 d n a 打線を封じ。 横浜 d n ともリリーフ陣が起共にスコアボードにはゼロが続いた勝負を決したのは9回横浜 DeNA は2試3塁の場面で巻き集合、26が値戦金のタイムリーを放ち勝ち越しに成功最後は森原康平32が追いすがる巨人打線を抑えてゲームセット d n a 巨人ともに3勝ずつで迎えた今試合 3連勝から3連敗で逆王手をかけられていた d n a がペナントレース覇者の巨人との接戦を制した。d n a はレギュラーシーズン3位から見事に下国上を果たして日本シリーズ進出を決めた。7年ぶりの日本シリーズで横浜 d n a が対決するのは当時と同じソフトバンク。前回は2勝4敗でソフトバンクに敗れた横浜 d n a だが。 今度はリベンジを果たすだろうか。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。